合唱をご覧の皆さん、こんにちは。モノレールギャバンだよーん。はい、俺たちモノレールギャバン、6月24日にニューアルバムシャンゼリゼをリリースさせてもらっちゃったわけなんですが、ね、9月から全国ツーマンツアー、宇宙ビマイフレンドツアーを回らせてもらいましたよ、ね、そしてこの度、うん、まあ今ね、俺たちこういうちょっと若干汗だくな、汗かいた後みたいな格好をしてお気づきの方もいるかもしれないですけど、大阪のワンマンを終えた後の楽屋からお送りしております。イエーイ、イエーイ、ね、大阪はもうすごかったよ。もうあんな曲やこんな曲もやっちゃったしね、あんな MC やこんな MC も飛び出しちゃったしね、なんせもう T マルガリータさんがね、もう客席にあれしちゃったしね、あれしちゃった、もうね、もう今までモモルギャバン何回か見た人もびっくりの内容でしたよ、本当ね。しかし、まあ、この度12月12日ゼップダイバーシティでまたワンマンをやらせていただくわけですけれども、さらにとんでもないことになるかもしれない、まあ、かもしれないっていうか、まあ、今日の感触からすると、まあ、間違いなくもっとさらにすごいことになると思いますのでね、ぜひね、今日のワンマンを見て楽しかったなっていう方もまた東京のワンマン来たらいいし、ね、東京のワンマン、行ったら楽しいんだろうけど、でもどうなんだろうなって、もしちょっとでも迷ってる人がいたら、そんな迷いは今すぐ捨てて、そんな迷いは今すぐ捨てちゃいなさい。待ってるんだからね、12月12日ゼップダイバーシティモモルギャバンのワンマンツアーファイナル、カモン、待ってるよ。ボーカルギターの佐藤亮介です。ベースコーラスの渡辺明日香です。ギターの鈴木理子です。ドラムの倉勝秀幸です。インターネットラジオ空と庭原宿で毎月第3月曜日にお送りしている、スペシャルミュージックプレゼンツレディオガッシュ、赤いのグリッターのグリラジよっ。はい、こちらはですね、東京都原宿神宮前にある空と庭のスタジオからなんと公開生放送でお送りしております。はい、ラジオで、ね、聞くのもよし、よし、はい、直接見に来るのもよし、よし、いやこの間もなし、僕らの魅力満載の1時間をお楽しみください。はい、空と庭原宿のスタジオで私たちを見に来てください。待ってまーす、お楽しみに。